サミさん一読お願いいたします。サミさん、先ほどの続きでございます。選択肢考えていただけると嬉しいかと思います。皆さん、ここの言い換え見つかりますね。オンナデイリーベーシス、日常的にほぼ毎日使うということですので、正解は1番ですね。定期的に使うということで言い換え可能ですよね。サミさん、先ほどの続きでございます。サミさん、考えていただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、庭作業の話がありますね。そして写真にも興味がありそうですね。そして庭でお花や野菜も育ててる様子がわかりますね。そしてこのデッキは試験当日わかんなくてもいいんですが、テラスという意味でございます。で、そこで皆さんリラックスしたり、お庭の景色を楽しんでる様子が伺えますね。ということは皆さん、このあたりをなんか一言でまとめた表現がありそうですね。もちろん正解は3番ですよね。引退した後の余暇の過ごし方のお話の様子が伺えますね。サミさん、あと1問だけでございますので、一読をお願いいたします。サミさん、最後の部分です。サミさん、画面の都合上、選択肢1番、2番、ここに貼り付けてみました。皆さん、言い換えは見つかりますかね？どちらもなさそうですよね。サミさん、選択肢3番、4番、どうでしょう？皆さん、おそらくヒントはこのあたりですよね。つまり、パーティーをするときはいつでも家の中に入ってこなければいけないんですね。ということは、お庭で食べたくても食べれないんですね。ですから3番が正解ですよね。アウトドア、つまり外に置ける家具、それをプレゼントしたら家の中に入ってこなくても済みますよね。ですから3番でバッチリです。もちろん4番、調理セットの話はないですね。サミさん、お疲れ様でございました。デブさん、ちょっと気をつけていただきたいところですね。長文とか演習のレベルということで聞いていただけると嬉しいかと思います。で、この動画は第3問目ですが、第4問目以降の過去問ですよね。で、これの点数を取るために、試験当日まで毎日、これをやろうという方が大半かと思います。ただ、あんまりおすすめはできないですね。例えば皆さん、現時点で8割取ってると。そういう方が試験当日まで毎日全体対策すると、いつの間にか実力が下がる可能性があるんですね。ですからそれを避けるためにも G マーチやカンカン同率レベル、それの過去問と組み合わせていただけると想定外の失敗は防げるかと思います。もちろんこのあたり人によっては総計常時でもいいかと思うんですが、少なくともセンターの過去問よりかはですね、レベル上げた長文での練習、それと組み合わせていただけると安心です。ということで、参考になさってください。